行きましょう。本日の決勝戦、ワンピー側先方 BB プレイヤール1のつばき、ツーピー側が腹切れのラグナですね。先方戦はつばき対ラグナ。まずはつばきの逃げ対空が通るが、先にラッシュを仕掛けるのはラグナの方。これさあ交代マリア大事するが先手を止め、勝利を入れて高いコンボが決まる。グルゲ通る。さあ撮影は昇竜するでしょうか。クルナギリギリ抜ける。バラキエガーもクルナギ抜ける。ヨネットスパイクで足が取れません。今のラッキーか体育発生前にジャンシーで潰し、体力を少し回復して、これでほぼ5分くらいだが5番直下して勝利。カウンターサルド2起き上がり、ガッツバンが決まる。これはアンコールスキル。先制したら BB プレイヤー R1。 リアル R1 の横からアドバイスを送っていますが、ダメだし、ダメだし、つまり逃げすぎても、はい、さて BGL で追加。前ビーに対して勝利やって立ち入れ止めてからの直があれビビらせる。何もしないが、これ画面端に押し付けたでしょうか。腹切れがバースを使ってリーシーが当たるが、その後はちょっと続かない。パスパーバリの補正に決まるカウンターされた。ちょっとラブラガーが死にか立ち入れ当たるが、この勝利は空振り。ファーストは通るが、これはラグナガは相当しんどい。前ビー通る。追加勝ちでカウンターレッドスパイク、レッドスパイク頑張れ。勝利は我慢してる。距離を取って最後はガグラ。前方戦制したのは BB プレイヤー R1 のつばき。では参りましょう。次の試合、ワンピー側先方 BB プレイヤー R1 のつばき、ツーピー側地方ポッポのまこと。さて本日は長野から男子遠征してまいりました、ポッポのまこと。ジュランガロ、ジュランガロ、さあ次ラスト止める。さてのクエッチヒット、テイクラッシュコンボもしっかり決めて画面始まり嘘する。全然どうする。指で誠の小判を潰し逆に画面端に押し付ける。もう戻れないの。立ち火止め一本着信勝利。今のはいい判断でしょう。はい、ジラン止める。終わりや、ジラン止める。ジラン2ランがヒット。ラッキャン使ってから超決まり決める。先制したのは BB プレイヤー R1 のスパキ。リボー2アクション。ジラン強いガーロー出てきて、ガーロー中段センター取るガーツまだ少ない。止まったところに選ばれるが、醤油漏れる。空に飛んでってアクションまでして画面端アーチに飛ばして勝利。この組み合わせと誠誠うるさいんですよ。中段に対してコロナッパで割り込んで足から拾い直して逆に画面端に連れていく。最後は青ビートだが、これはどういう受け身がいなんでしょうか。設置してあるコメントがすごいいい感じに働いてカウンターサルト。とりあえず勝利を取れ。全体勢が強い。さあ安い今回のツバキはどこで何が引っかかっても画面端から持ってきた強み。ルールを潰してめくり、さ
るタックル。続いて先方中堅戦、 1P 側が BB プレイヤー R1 のツバゲー、 2P 側がザヤスのレイチェル。レイチェルツバゲー、アクション。ファイマクカウンターがまさに飛んで、いきなりノーゲージコンボ入る。緑投げを通して無理やり切り返すが、三振直下している。落とせ昇竜拳、デキス止まりくるが、やっぱ空振り、ゲラン当たる、ゲラン負けが通る。徹底した相模っぱだったか。ツワゲの勢いが止まらない。 BB プレイヤー R1 がどうして、ウィーブル2アクション。お待ちのカランチュー、ゲオルグ、ガードさせて中ランバーターズくらい、ゲオルグ設置、タシがちょっとサヤスの動きが硬いか。中ランどうして、攻撃コンボ決めてゲージを貯める。中段からの緑投げ、ビリーが決まって、ダーチ広いから動ける。このラウンドは先ほどと逆にザヤスレーチがノリノリで勝利。お互いバースは2人投げ抜ける、さくらくれてるとこがまだ立ち、ケビガリ三振はクラスに終わったところに投げが簡単下がる。お見事、画面端カーフ、オーバー1つ目、すごい優雅に後ろに行きましたね。ゲオルグ改め中段、今回ガラダに1回目の中段が通る。そうね、ここでビリプレイヤー R1 が1つ目のバーストを使おう。デキス早くからビリーまで決めて、今回のデキス指導は結構減る上に風間の前回まで溜まっちゃうぜ。非常に強力なアバラトラトラス、そしてガープラキュースの鉄板技、テンペストダリアを負けず、ファンガサとガードしたから、ピアンから暴れてほしい。よき上がり、たちび。さて、見ている誰もがきっとキーパーだろうと思っていたんですが、よき上がり、たちび、裏をかけていった。では行きましょう。1P 側、本日0勝1敗。はい、本日0勝1敗の石田さんですね。ここでいいとこを見せることができるか。行きましょう。 1P 側は石田の陣、 2P 側がザヤスのレイチェル。まずはバックスカリー、大規模の NC はマリアを張っている。いらんバックスカリー、ここで何やったかな、リリーがヒット、バスコンが入り、コンボ見せ、いや違うね、2500コンボやりましたね、それ、ね、おそらくおそらく今2500コンボね、新作でも2500コンボはしっかり研究しているよという仕様でしょう。強は中段からの何かが見えない。カウンターからのジャンプ、これは惜しい、マーシーに押し付ける形で、6C から恐竜の C に丸
ル決めて、シーソーレムナシー波動、ムナシー波動、ムナシー波動ってあの人がいてつく波動の仲間みたいな強そうだよ。そんなこと言ってる間に一本戦車は下の陣。リボー2アクション。どうした、混同されます。タイミングベリーゲオルフ、ソードアイリス、混同されます。ゲオルフ、バロン、中段のヒットは、まあやはりジャンプ中段はある程度は必要経費という感じになるでしょうかね。確か今回のレイチェルは立ち A、立ち B、ジャンプ A までが全てレイクアウトという仕様だから、まあ一回近づいちゃうと2着はしょうがないからっていう感じだ。投げ抜ける、画面端から出したいが、ストークワークだけ捕まえて、ジーのタイムが続く、しまって、上から、さあ、ダメにかかる、ここが、ヨルフをとりあえず今使ってジャンプ化する。石井のノー見えづらい、せっかまで決めて、ここでバスト、チョーク側、チョーク側からキレイソウル割り込む、ジャンプ化のためにかかる、タッチを一生懸命潰して、これはリリーの中にレイチェルがいた、投げは抜ける、下がり割りは沈みましたが、やるしかないか、バーストを使って、しかしこれはさすがにキツが時間がない、最後は広く月曜の抜けで勝利したのは石田の陣。